いや、別に舐めてるわけじゃないよ。どうせ君は僕に首を切られて死ぬんだし。その口の利き方が舐めていると言ってるんだ、クソガキめ。見た目も喋り方もとにかく気色が悪いし、君の方がなんだか便所に住んでいそうだけど。黙れ便所虫。もしかして自分に対して言ってる独り言だった？邪魔してごめんね。安い挑発だの。気になっちゃって。なんかその壺形歪んでない？へったくそだな。俺は貴様の目玉が腐っ。ああもうめんどくさいな。避けて木の上に逃げるのやめてくれないかな。この姿を見せるのはお前で三人目。結構いるね。黙れ。すごいね。必要たじたのバカガキが完全なる美しき姿にリラックスがいい。なんとか言ったらどうなんだこのデクロボーゲー。いやだってさっき黙ってろって言われたし、それにそんなびっくりもしなかった。木の上に逃げるなと己が言わなかった。いや単純に臭かったから鼻が曲がりそうだよ。どんなすごい攻撃も当たらなかったら意味ないでしょ。おしまいだね。さようなら。お前はもう二度と生まれてこなくていいからね。この下等なウジ虫ども。もういいからさ、早く地獄に行ってくれないかな。おしまいだ。霞の呼吸、七の肩、おぼろ。いや、あそこだ、見つけた。あそこか、やったー。遅い。ねえ、君は君はさ、なんで自分だけが本気じゃないと思ったの？私が、この私が。おしまいだね。さようなら。この下等なウジ虫ども。もういいからさ、早く地獄に行ってくれないかな。分かったぞ。火の神カグラ、ヘキラの。鼓膜が破れた。立てない。攻撃が来るぞ。喜怒哀楽の鬼の力も使える。の糸間がない。息が続かない。よし、ここなら。伸びた技を立て。ダメだ。終わりだ。柱か。カンロスさん大丈夫？カンロスさん休んでていい。炭治郎くん、禰豆子ちゃんと玄弥くんは私が助けるから。小娘が。あとは任せてちょうだい。待って、上弦の4で。